き、えー、今日はです、ね、私にとっては本当に待ちに待ったというか、夢が叶ったセッションなんですね。何の夢を見てたかというと、ですか、ね、会議でいつか卒業生だけのパネリストのファシリテーションをやりたいって、実はずっと思ってました。 でグロービスも15周年を迎えて、ですね本当に各界のトップランナーで活躍する人たちがどんどん出てきて、そしてようやっと私の夢が実現したのが、今年ということになります。えー、野本さん、加賀美さん、浜さんという3人の素晴らしい、えー、変革者ですね、えー、外から入っていって、ボコボコになりながら、えー、いろんな変革をしている3人に、えー、いろんなお話を今日はリアルに聞いてみたいなというふうに思っております。 ライブアンケートの方でもたくさんの質問が来ることを想定してですねちょっと私のファシリテーションのプランとしては質疑応答の時間長めに取りたいなぁと思ってますんで、えー、ぜひたくさんの質問を寄せてください、えー、皆さんこういう立場でこういうことやりたいと思ってんだよねいろいろあると思いますはいでは、えー、一番最初はですね、えー、まあ外から とある会社に入っていろいろ変革にストラグルしてきた経験が豊富な3人ということなんですけども現在どんなチャレンジしてますかもしくは、えー、今日聞いてくださっている皆さんにこの時のこうチャレンジとかこの時のいろんな変革に対する努力を語ったら一番学びが多そうだよねみたいなところの経験をですねまず一言ずつお話しいただきたいな、えー、そんなふうに思ってますじゃあまずトップバッター、えー、最近ワイヤルスゲートという会社の代表取締役社長になった浜さんどうぞお願いします はい、いいありがとうごござざままます。す。改めまして浜でございます今、田久さんに紹介いただきました通り、ワイヤレスゲートの代表をさせていただいています。実はですね、代表になったのが今年の3月26日ということで、実は今日、週就任100日目ということでございまして、でそのあ,ありがとうございます。 そんな100日目に田久保さんに今行っていただいたような、まあ、そんな場に出られることをすごく嬉しく思っております。で、まあ、私はその所属するワイヤレスゲートっていう会社はこの創業18年目で初めて代表が変わったということなんですけれども、まあ、非常に通信業界変化が大きい中でございましてでそんな中ワイヤレスゲート業績もやっぱり悪化してしまってでその企業家事の株価も下がってしまったと。 でさらに東証が再編するみたいな、まあ、いろいろな変化のある中で、えーまあ、私の挑戦は、まあ、これまでシャープとか、えー、タクシーとかアプリとか、まあ、食品の小売りとかさまざ、あ、まな経験ということを総動員してでそしてこう企業価値を上げていくわけなんですけれども、まあ、単に企業価値を上げていくだけではなくってやっぱりこれからはこう社会課題を解決するというふうなことを通じて、えー、企業価値を上げていってでステークホルダーの方から、えー、こう 必要とされるような会社にしていくというふうなことを、えー、これまでのことを想定にしてやっていきたいなと。まあ、そのためにはしっかり構造することも大事なんですが、こうあの対外的に説明することも大事だし、会社のことを覚えてもらう必要も大事なので、今日ちょっとワイヤレスゲートの T シャツを着ていきました。皆さん、ぜひ名前だけでも覚えて書いていただければと思っていいいたします、はい、ありがとうございます。 今現状どんなことにどんなチャレンジしてますか問題なんですけどもじゃあ野本さんどうぞお願いします。はい野本です。皆さんこんにちは。えっとよそ者経験はまあ新卒10年最初大企業にいた後、まあコンサル行ってコンサルの途中もよそ者としてこう常駐してたりもしたんですけどオーナー系の B2C サービス3社ですね。 サーマネの D6 に出てくる PDP の杉本さんのところにも4年ぐらいいて、その時もめっちゃよそ者でした。で、その後この間上場したデコルテホールディングスって、ファンドさんが投資してるところに1年ちょっとぐらいいて、で、今、AP ホールディングス、まあ、塚田農場をはじめとして200店舗ぐらい運営する塚田農場に執行役員としてよそ者として入り。 でまあ、この後も出てくるんですけどいろいろと赤字事業を撲滅し塚田農場の前年割れを回復させ、えー、黒字転換に持ってきた瞬間コロナとでコロナに入ってから COO やれって言われて、えー、この1年ずっとコロナ対策をやってるんですけど今のチャレンジとしては、まあ、このコロナ禍をなんとか生き残って で生き残った後に必ず来るであろうリベンジ消費を生かしてまあ、2010年代の後半、うちはずっと低迷してたんですがうちを復活させるっていうことが人材のチャレンジです今日はよろしくお願いしますはい、ありがとうございますでは、鏡さん、もう DX 業界の有名人になっちゃってますけどもいかがでしょうかえ、皆さんこんにちは、え鏡茂雄です、よろしくお願いします えっと、私は現在、あの d o グループのデジタルトランスフォーメーションを行っておりまして、えっと、人生としてはずっと IT ベンダーが多かったんですが、えーまあ、そこでもまあ改革型の仕事をしてきましたで。現在の最大のチャレンジとしてましては、まさに、えっと、ちょうど7月1日から、えっと o k グループのロジスティックスの会社の社長もやって、全体最適化をするというところを始めるということで、えっと、出版というところ、まあ あのクリエーションの、えっと、一丁目一番地あるあの本の出版っていうところですかね、一時ソース、そこの生産から、えー、発注とか発送とか、まあ、そこの全体最適化をするということを今、やることにまたなりましていや、まあ、結構大変だなと思いながらやっておりますが、えー、皆さんにまあお伝えしたいのは、えー、この、まあ、改革化で入っていくときに、えーまあ、こういうパターンでやると,、えー、と、苦しいけどうまくいくんじゃないかなみたいな、私の,その気持ちとか。 経験とかをあのちょっとでもお裾上げできたらなというふうにあの思っております。本日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではですね。私は次に聞きたいなと思うのは、本当にこう。外から入っていった時に、えー、リアルにどんなことに面してきて、どんな形でそのね外から入ったことを仲間を作るの大変でしょうし。まあ、場合によったら足引っ張られるみたいなこともあったかもしれません。なんか時々まあ、そもそも無視されるみたいな話もあったりとか聞きますけども。 えー、じゃあまず、浜さん、もしかするとワイヤレスゲートはまだ100日目なんで、えー、シャープから日本交通さんに入られたときとか、まあ、いろんなことの経験されてるわけですけども、本当に大変革の海にこう飲み込まれそうになったときに、どんなことを経験し、どんなふうにそれをこう乗り越えてきたか、えー、教えていいただけまますすすかあ,ありがとううございますそうですねやはりそういうお話を言ってば、そのシャープから日本交通というタクシー会社に入ったところの経験が非常に大きかったなと。 やっぱタクシー業界、この10年で大きく変わったところはあるんですけれども、やはり当時はです、ね、こう中東の採用する、特にビジネス層の採用する、まあ、乗務員さんというか、運転手の採用は毎日やってるんですが、えっと、ビジネス系の採用するっていうのが、実は私、ほとんど初めてに近い立場だったので、まあ、本社の方からすると、なんか30代の部長が来たとか、まあ、部長はだいたい50代以上だったし、あと NBA、なんか。 会長の川辺さんっていうのが m b a 取ってて、まあ、2人目だったんですけれどもなんか m b a がもう1人増えたとかなんかお人み背景みたいな感じの空気がすごく一日からあったと、うん、で、そうするとなんかまず情報が入ってこないなんか全然なんかメールも来ないし、まあ、会議にも呼んでもらえないしあとは、まあまあ、結局なんか僕がいなくてもその公共交通回ってるのでこう仕事はまあ当然ないんですよねとか。 当然あと僕はそのタクシー運転者経験がないからなんか共通言語もあんまりないからもうナイ尽くしだったっていうところがすごくあってで結局振り返ると自分自身のこうパワー基盤が全くないというかまあ周囲に対して何かをやるにしても全然その。 えと部長というか、しかもそれも総務部長という、しかも総務部長第2号というところで入ったんであの、なんていうか、ポジションとしてもまあ一応総務部長2号だあったわけなんですが、えー、と自分自身のタクシー業界におけるあのこう個人のパワーもなければ、えー、と周囲の関係性のパワーがないっていうところが、まあ、最初の始まりだったっていうところで、まあ、それが一番最初の始まりだったかなというふうに思っています、うん、どんなふうにしてその壁乗り越えていったんですか、<あ>会議呼んでもらえないとかね、<う>メールくれないとか。 そうですよねでもそこの乗り越えたのは僕はその 3, 3段階だったかなというふうに思っててでやっぱ最初はその、まあ、周りが30代の部長でやらそうとか MBA とかなんかシャープ出身とかっていうの見てるのでやっぱ最初はすごいこう謙虚である人ですあるかなと思っていてでそのな何だろうなえっと、まあ、周りをさん付け あの若い方もいたんですけども、さん付けするとか、まあ、敬語を使うとか、タクシー、朝めっちゃ早かったんですけど、まあ、その人たちよりも早く出社するとか、なんかそれはどっちかっていうと、タクシー、特殊かもしれませんけれども、まあ、そういうところで、謙虚に一つ一つのことを、えー、とこう学ぶっていうふうなところを通じて、いろんなこう、だん,だん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 情報が入ってくるっていうようなところをやっていたことと。 あとは、まあ、次にやったのはパワー基盤を作るっていうか,なんか自分の横の席に座っている2人の若手の仕事を助けることによってちょっとずつこう周りの見方を作っていくっていうふうなところをやっていってだんだん彼らの仕事を通じてちょっとずつなんかこう半径1メートルから3メートルとかこうだんだん自分の影響力の範囲を広げて。 で、まあ、3つ目は結構小さい成功を早めにやったっていうようなところですかね<ー>あのすごくタクシーでこう決済ができるっていうふうなところのサービスがあったんですけど、まあ、めちゃくちゃなりすましでこう詐欺っていうのがあってでそれに実はすごくこう被害が大きかったんですけれどもでそれをまあ SMS を活用してで完全にそのまあ なんだろうこう詐欺を、えー、と撲滅したっていうふうなことを、割と入社して2か月か3ヶ月ぐらいできて、うんでな、長引くあった問題を解決したっていうふうなことがあって、まあ、その辺ぐらいから少し流れが変わった、だから、ねまあ、謙虚とその周りを助けることと、あとはなんか小さい成功を早めにできたっていうようなところが、まあ、たまたまできたっていうところは。なるほどまあ、よくグロビスでもいうところのスモールインみたいなものをどう作るかみたいなところは結構大事だったと思いますね。 ノーンさん、いかがですか同じ質問ですけど、外から入っていった時きに、まあ、どんなこう経験をして、どんな風に乗り越えていったかみたいな。あのですね、今回あのいただいたお題で改めて考えたんですけど、あんまり苦労した覚えがない。<laughs> それは認識の問題なんじゃないかといますけど、<laughs> どうですかね。うん。あのー、そうですね。だからまあ、結構最初から僕、その、 中核事業に入らなないいっていうのがそもそももんです、ね、まあ PDP の頃も今の AP もそうなんですけどあの手が回ってないところとか、まあ、ちょっとこう外からカウンフル剤を入れて、まあ、なんとか伸ばしたいみたいなところに突っ込まれるのでもちろん今浜さんがおっしゃっていただいたようなその謙虚で。えー 言葉遣いとかさん付けするとかまあそういうのはもうよそ者としては当たり前のね振る舞いだと思うんですけどまあまあ、えー、そういうところを全部ぶわーっと改善をしていくのは当たり前のことを当たり前にやるっていうのが多分一番で、うんうん、まあ今日も質問にあると思うんですけどグロービスで学んだこととまあ僕はその後その学んだことをゴリゴリと え磨き上げるのがコンサル行ってやらせていただいたんでそこでこうビルドアップはしたものの、まあ、結局やるべきことって一緒でファクトを集めてロジックで組んでそのロジックを組む時にまあみんなの気持ちとかは考えるものの。 量が多いいってぐらいでそんなに苦労したあの大変ですよ大変だったんですけどそんなに苦労した覚えはないですただまあ改めて考え直してみた時にやっぱりこうある程度結果が出てきてさあこっからもっと加速していくぞっていった時に 結構落とししし穴が掘られてたりはまいやもうあれですよ、もうさっきの話で、まあ,あのこれ動画になるんでやだなと思いながら言いますけど、うん、まああいつ偉そうだよねとか、コンサル出身だからって偉そうだよねとか、うん、なんか知らないところで悪口言いふらされてたり、邪魔されたり、仕事、うんえー、仕事,を仕事をなんか。 面倒、ね、な仕事振られたり、えー、見てないところで部下がいじめられたりとか、うん、<laughs> まあまあまあなんか泥仕合なんですけど、うん、僕がまあ乗り越えてきたっていうのは結局さっき言ったやるべきことに集中をするいろいろムカつくこととか、うん、いろいろこうなんだかなって思うことはあるんですけど泥仕合には乗らない,いう、うん、ちゃんと成果出すっていうここにまあ注力を。 してきてるっていうのが、まあ、ちょっと序盤でお話しするのは、これくらいにしておこうかなと思います。わかりました。はい。鏡さん、いかがですかね。はい、えっと、私も浜さんと野茂さんと、九十、何パーセントぐらい同じことやってるなって、まず思いました。はい、で、まあ、私の場合、エンジニア系の経営者とかだったりするので。まあ、ちょっと違うところは、一点あるとすると、やっぱりエンジニアって、実行。が、あの、あって。 価値が初めて出るんですよ。うんうん、ですので例えば角川グループに入った入り口としてはドワンゴのインフラ改革っていうところで、うん、ちょっと苦しい状況で、まあ、ほんとつぶあ,のあのまのまいったら絶対あのなくなってたんじゃないかと思うぐらい苦しい状態だったんですけど、うん、やっぱそれの,あの実行することですねやっぱり実行するってやつはインフラ改革をやるって決めたらちゃんと ROI を出していついつまでにどうしてでこのタイミングにはこれやってで,できる限り前倒しをして で、えー、と手軽はみんなで、こう、なんですかねあの、共有するみたいな、まあ、そういうことをただ普通に愚直にやるっていう感じとも、そらく皆さんも同じかもしれないんですけど、うん、エンジニアの場合はやっぱシステムとか複雑系のものとかが多かったりするので、まあ、そこは非常に難しいですね。うん、で、k a に行ってもやってることは結局同じでして、あのやっぱコロナに入って、特に IT チームなんかすごい。 自動が高まったりした時があったんですけどあの、所沢桜タウンの開業とかもしっかりですね、あれ全部内製化してるんです、IT とか。かでも、うん、やり続けるっていうんですかね、もうなんて言われようとやり続けるって。でもちろん、野本さんもおっしゃられたようにあの、苦労っていうよりもな、なんかひどいこと起きるなって思うことがすごいあって、うん、あこんなにやってるのにこういうこと起きるんだって思うことがもういっぱい。 ありますまあ、しかしながら、うん、アウトプットをずっとしてると、でもみんな自信がついて、うん、あの成長するんですよ、カドカーコネクテッドかドカーの、えっと、技術系じゃない人たちも、なんでそういうふうに人が成長してるんで、まあ、なんか、まだ攻め続けなくちゃいけないなって感じになるっていうイメージなでね。ありがとうございます。でね、多分聞かれてる方も思うと思うし、僕もそう思うんですけども。 今言ってることって結構かっこいい話だと思うんですけど最初から別に皆さんそんなに心が強かったわけでもねえんじゃねえかなっていう気がいやいや違う俺は最初から心が強かったんだっていう話だったらそれでいいんですけどやっぱりいろいろ経験してくる中でねなんか上って思ってたりとかああって思ったりとか嫌だなって思ったりとかって積み重ねてでそれをこう超えられてきたからこそやっぱり今のポジションなり今のなんかあれなりっていうのはあるんだと思うんですけども。 じゃあもうちょっとなんか別に年齢はどうでもいいんですけど、まあ、キャリアがもうちょっと短かった頃とかね初めてそのやっぱりよそ者としてチャレンジをしに行った時とかにこう感じてたこととかどういうものがどう積み重なっていったのかとかね今だとちょっとやっぱり後ろを振り返りながらあの時こうだったなあこうだったなみたいなこととかってあると思うんですけどもその本当に真っ只中にいた時の葛藤とかなんか心の辛さみたいなものとは、まあ、なんかどんな風に こう向き合ってたのか、みたいなところっていうの、ちょっと聞きたいんですけど、これどうでしょうね。うん、一番最初野本さん聞いてみようかな。時々ね、野本さんと飲んだりとかしてて。あの節目節目で、いろんな話とか聞くんですけど。あの、僕からすると、今の野本さんは、あのグロービスに入った頃の野本さんとは、もう全然別人のようなんですよ。ある意味ね。やっぱり。なんか心がマッチョになったっていうかね。 あのなんかその編成はどんな感じだったんだろうなっていうのはどうでしょうね懐かしいんですよね気づいたら気付いて後ろを振り返ったらえらい遠いところに来てたなっていうのが僕の率直な感想なので、うん、あのちょっと多分ね求められてる答えとは違うんですけど、うん、やっぱりあの戦略コンサルの「ローランド・ベルガー」で2年半ぐらいいたんですけどやっぱあの時が。 なんかこうドラゴンボールなの修行する部屋あるじゃないですか、うん、あんな感じだったんですよね、うん、もう夜中今じゃ変わったらしいですけど夜中3時4時当たり前、うん、月に2回あの週に2回徹夜当たり前みたいな、うん、でそんな中でクライアントが熟知したクライアントが考えきらないようなまあロジックというか戦略を、えー、彼らが知らないようなファクトを集めてきて出すっていう。うん この,せこの修行が実はすごくこう一つ僕を強くしましたっていうのが一点なんで突き抜けたなんかこう負荷を自分にかけるっていうのがでもその負荷に耐えれたのはグロービスのおかげなんです。だからこれが一点ですね。 であとは、たこ保さんの、その、なんだろうな、ちょっと田久保さん言えないこともありますからね、うん、ここ。いや、わかります、わかりま、はい、ここにはかか利害関係者がすごい多かったりするので。<laughs> <laughs> でも、でもやっぱり,っぱり突き抜けたレベルのトレーニングを受けたっていう、それはやっぱ大きかったってことですよね。はいうのと、やっぱりその、やっぱ、まあ、さっき僕がちょっとトロした、いろんなことが起きる。 いろんなところに落とし穴があったり、いろんなこう、ねみんな悪気はないんでしょうけど、自分の身を守るためにわーって騒ぎ始める人たちもやっぱりいるので、いや、でもそれは別にあなたのエゴだよねって言わないけど、いら、うん、ないけど、まあ、信じることをやっていくと、必ず出口が見えるっていう、この繰り返しがやっぱりあった。それは会社を変わってもそうなんですよね。なるほど後からら振り返ってみたらあ やっぱりあの時の俺の言ってたことは間違いじゃなかったんだって思う日が来るわけです。だから今その時に目の前にすごい苦しんでまあね、トロシに行ったこともありますけど、まあ今思えば必要な悩みだったんだなって思います、ね。すごいごめんなさい、ほわっとしてて申し訳ない。いやいや、あの語れることと語れないこといろいろあると思うんで、<laughs> はい。浜さん、どうですかね。浜さんもね、僕なんか時々ね、おそば食べたりとかする中でね、やっぱりこう、通る方から。 この日本交通にいる中でね、やってないのはあとは社長だけだなっていうような話で、なんかそのやっぱり難しい球を取りに行ったみたいなこととかの話とかもあったじゃないですか。なんかこう自分が変革者としてこう成長していく中で、なんかどんなこう変化があったのかなみたいなことを振り返ってみるとどうですかね。ありがとうございます、まあ、本当今日 あの今現役の受講生の方も聞いていただいていると思うので、まあ、当時の僕の,その割と今日今のご質問は初期の頃のお話というふうに思ったので、えっと、その辺の話を思い出していたんですけれどもあのこう矢印の向く方向が変わったっていうことがすごく僕の中で大きかったなと思ってるんですよ、ねうん、でそれは何かっていうとこうシャープにいた時っていうのは、まあ、自分僕主任で最後終わったわけなんですけれどもどうして自分が課長になれないんだろうっていう,こうななんで俺のやってる仕事が こう評価されないんだろうっていうふうなことにすごい自分自身がこうイライラしてることがあって、うん、でそうするとなんか自分のこと、自分のことみたいなことばっかりを考えてる時期が当時はあったなって、うんでまあ、それは上の人は見えていたんだろうなっていうふうに思うっているわけなんですけれども、で日本交通に行って、まあ、一気に主任からもういろんなことを乗り越えて部長になって、でその任された仕事の一つがコールセンターの責任者をやると。 でコールセンターの責任者はタクシー4000台、8000人の運転手さんの生活が大きく関わる仕事なんですけれども、そこでやってる仕事が、すごくタクシー乗務員一人一人の生活に影響を与えるっていう仕事をやら,されやらせていただいてで、その結果がものすごい失敗したことがあったんですけれども、でそれで運転手さん8000人から、まあ、8000人を代表したそれぞれのフランチャイズの社長さんからボこボこにされた時があって、でなんかもう、日合わせどんどん書いて、 で,えー、とでも誰も助けてくれないやっぱり自分が最終ランナーなんだみたいなところがすごくこう入社して1年目ぐらいですかね、ですごくこう経験をしてで、その時に初めて自分自身のこのなんか矢印がやっぱ自分自身の仕事を通じて,そのなんていうか責任感だったりというところの矢印、なんか自分がどうこうということよりもやっぱり自分の仕事を通じてとていうところの矢印の向きが変わったとっいうふうなことがあって、うん、やっぱバッターボックスに立ってそういう経験をさせてもらって痛い目にあったとっいうところが。 あのな結構大きな変化だったかなっていういずれにしても、取りに行って、バッターボックスに立って、やっぱバットを振ってみないと、何事も始まらないしっていうところは大きいかもしれないですよね。加賀美さん、どうでしょう、加賀美さんは僕はなんか昔から、加賀美さんのことも昔から知ってるんですけど、加賀美さんなんか、いつも明るくて、<laughs> うん,、はいどんな、どんな変化だったんだろうなっていうすごい興味深いんですけど。 そうですねあの私は田久保さん、私は2009年に田久保さんの苦心を受けてから、田久保さんのあすごい人だなーってずっと思いながら、安 <laughs> する方のお一人なんですけれども、まあ、そんなこと、あちらが感じた、まあ、タイミングポイントはやっぱり VM ウェアをやめた後にに、やっぱり外資系 IT ベンダーだと責任がまあめちゃくちゃあるんですけど、あのやっぱり後ろに誰かいるんですね。 でその後まあ楽天に転職して、あこれ、自分の後ろ、誰もいないわと思って、マイクロソフトに行った時も、自分の後ろ、あこれ、誰もいないわとか、その AWS のコンサルの日本のリードも誰もいないわみたいな、で、ドワンゴもそうですけど、あ後ろに自分がいないわって感じるような、この背筋の冷たさを、ちっちゃなものから感じて、うん、まあなんか、宇宙人になったっていう感じがします。うん、あのなんか、人間じゃなくなった感じがするって時がありました。 うんはい、そういうの、ちっちゃいところでもいいんで、後ろがいないっていう状態をすると、こうなメンタルレベルがすごい上がるんだろうなっていうふうに私は今感じてます、今、相当大変だったんですよ。後ろいないんですよ。あって見ても、誰もいないと思って、誰も助けてくれなないいみたよくね、新人と副社長の距離と副社長と社長の距離は、そっちの方がよほど遠いみたいな話しますよね。うん、はい なんか僕、10年ぐらい、とある方に教えていただいて、なんか中国古典とか勉強してるんですけどね。その僕の中国古典の師匠がですね、覚悟を決めるっていうのは、どういうことかっていうのを教えてくれたことがあって、今、ここに自分しかいないと心の深いところから思うこと、これが覚悟を決めるということだと。今、ここに自分しかいないって思うことと。で、その逆が、いつか誰かがやってくれるっていう、そういう世界ですよね。 後ろがいないっていうのは、なんかそんな感じかなと思ったんですけど、加賀美さん、そんなイメージかしら、どうですかそうですね、本当にいかだに一人で乗って、太平洋とかこう漕いでて、後ろついてきてないなみたいな、そういうような気持ちになるが結構あります。あ最近はそのもうチームがいるんで、そう,いう感じないんですけど、うん、そういう感覚が結構強い時期とかありましたね。ななるほどどね、はいはい、ありがとととううううございいいますす、はい、ちょっともも一サイクル回したいなというふうに思うんですけども まあ今、そのメンタルタフネスみたいな話も出ましたが、外から入ってこう改革をする、とあるポジションで例えば課長でも部長でも執行役員でもいいんですけども、やっぱり外にから入って変革のその人を種にするみたいなことっていうのは、これから日本の会社も別に日本の会社じゃなくても、どんどんそういう人って増えていくし、そういうチャレンジをしたいと思っている j m b a 線も多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、まずこういうことから始めた方がいいよとか、 こういうことだけは絶対にやってはあかんみたいなことだとか、なんか最初の一歩みたいなことっていうので、まあ、皆さんがこうリアルな現場の体験から感じているこうリアルは何か、その辺をちょっと話していただければと思うんですけども、じゃあこの話は野本さんからいこうかな、どうでしょう。はい、<laughs> なんかね、僕の答弁面白くない。 面白くない <laughs> 自分でも食べようと思ったら面白くねえなと思っててあのいや結局なんかこう裏技とかないわけですよショートカットもなくて、うん、いやもしかしたら経験を積み重ねていけば結構こう戦略考えるのがあああれねってなるかもしれないんですけど 基本的に特に僕とかが入っていくのは調子が悪くなった会社とか調子が悪くなったり伸び悩んでる事業だったりするのでなんかそ,その会社の自社の固定概念ではなくそもそもその業界例えば、えー、宴会場の法人営業の市場の市場構造とそこでの勝ち方。 とかまあ、今だったら、居酒屋業界、チェーン店の居酒屋業界でたくさんのお客さんが来てくれて、リピーターになってくれるにはみたいな、なんかこう、<laughs> すげえありきたりな、久々に使いますけど、KSF みたいなことをちゃんと,、えー、と導き出すっていうのが、多分一番なんだと思うんですね、うん、まずは。 だから下手に下手に社内の問題とかには手をつけないっていうあつけるんですけど燃えてるところに火はあのギャバッとするんですけどでも基本的にはこの業界で勝つためには何が必要ででうちはそれに対して何がアジャストしてら何がアジャストしてないのみたいなもう,もう超分かりやすく言うと 3C 分析って言うんでしたっけ、うん、あのそういうやつですよねでただえっ、ー、と 今のスナップショットだけを僕はこれは二次元って呼んでるんですけど自分の目に見える二次元のものだけを見て分析しても何の意味もなくてその裏側にはなんでこの人ってこういうことしてんだろうああこういうなんかあの俺が見えてない人事的な縛りがあるんだみたいなその今見えてるものの奥深い裏側のメカニズムまで見て三次元を見るのと、えー、最終的に四次元で なんでこうなっちゃったのかっていうのが僕は大体十数年経ったあの老いたベンチャー企業に入るケースが多いのでそうすると過去の経緯ああなるほど5年目ぐらいにそういうことがあってあの人が抜けてってああいうふうな辞めさせられ方をしたからそうなってるんですねみたいな。 結構手触り感がある四次元の把握をした上でだからファクトをつかめっていうとみんななんかケースに載ってるようなことをつかみに行くんですけどそうじゃなくてもっとドロドロ生々しい四次元のファクトをつかみに行ってでちゃんとその業界の価値パターンを描いて。 で戦略をやるっていう、やってることはすごくオーソドックスなことなんですけど多分そのメッシュの細かさとか、うん、あのドロドロさ加減が違うんだろうなと思います、うん、なのでもう丁寧に皆さんまずはファクトをつかんでくださいとでも皆さんが思ってる、まあ、学生の方多いと思うんで皆さんが思ってるファクトはファクトじゃないですよっていうすごいあの身も蓋もないことをやってみるといいんじゃないかなっていうので一旦バトンを渡します。はい だから勉強してると、なんかいろんなフレームワークとか出てきて、いろんなことを使ってみたくなるのはいいけど、それをやっぱり原理原則に当てはめて、丁寧に丁寧に掘り起こして、で、ファクトっていうのも、なんかどっかネットに調べて出てくるようなファクトじゃなくて、A さんはこの瞬間に何を感じて何を考えたのか、みたいなことまで拾うような、そういうファクトを集めて、で、メッシュ細かくしていけば、 やるべきことってて見えてくんんじゃんみたいな僕が最近気に入って使ってるのが4次元ですね。やっぱり目の前で見えてることだけがファクトじゃないって、これは部下にもすごくよく言っているので、それがきれいにまとまったものがケースなんで。うん、<laughs> なるほど、なるほど。たぶすごい、鏡さんがうなずいてくださってるんで分かってくださったんじゃないかない。時間軸ってことですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、鏡さん、これだけはやったほうがいいよ、これだけはやらないほうがいいよ、どうでしょう 私も結構野本さんと結構近いかなと思いながら、えっと、私が絶対やってることは、えっと、軸を絶対ぶらさない流されない妥協しないで最初にこういうことをするってことを予言しておくんですよ優しくで予言通りになっていくとみんななんかああと思うんで、うん、最初の時は絶対に軸をぶらさず外さないってやってますあとは健康第一をもう超重視していてこれメンタル面がきつくなっちゃったりするので,でメンタルはフィジカルが大事になってくるんでもう カ角川コネクテッドのこの社是とかに、ね、健康第一利益第二とかいうぐらい、ずっと言い続けるんですよ。<laughs> この健康第一ってやつを、十時やらないと、これ変革って結構きついなって思って。ます。で、あとはもう、あの、野茂さんとおっしゃってたよと、結構似てて。あの、とりあえず、現場のところの、解像度の、もう、最も細かい。ところの情報を、えっと、トロイの木馬になって、取りに行くってことを、もう、徹底的にやるっていうのが大事だと思っていてですね。で、そうすると、仲間にな。 っていう人が出てくるんですよ、うん、で仲間になった人を今度こっちにうちの会社に出向してもらったりするともうどんどんこうスピードが上がるんですね、まあ、こういうやり方っていうのがやっぱ実質機能するなと思っていてでさらに言うとあの私がこう流されちゃったりするとですね士気が下がるので、えー、と仮に私がこう足を引っ張れて打ち死にやったとしても次に出てくるあの第2の鏡第3の鏡みたいな人が後ろに 描いてるからこ鏡をあの調整のダメだっていう諦めさせるっていうことぐらいまでできるようになってくるとなんかいい感じになるのかなって。なる。ほどありがとうございます。はい。浜さん。はい。別の観点からお願いします。はい、あ、そうですね。あのまさにノートさんの GCF とかその神さんのその実行バランスで予言するってすごい全くその通りだなと思っててちょっと違うところからいくと僕は結構実行するときにその 可能性を信じるということもすごい、やっぱりマインドセットとしてすごい大事だなというふうに思っていて、でなので、まあ、その、えっと、エコシステムが分かって、そしてそれをやるぞってこう予言をしたとしても、やっぱりそれを実行するためには、そのできる可能性を信じるという,ようなことを、なんかもう信じきるというか、なんかとことん信じるってすごい大事だなと思ってるんですよね。でやっぱりその でき,ないできないかもしれないけど、できる可能性を手繰り寄せていって、だんだん太くしていってで、できるかもって周りに思わせて、周囲を巻き込んでいって、そして本当に結果を出すっていうようなところが、やっぱりリーダーが求められるところだとしたら、うん、まあその対義語って、なんかいや、これできないと思いますよとか、前例はないですよとか、そうじゃないことを苦しんで突き詰めて、これはできない根拠はこれですみたいな、なんかそういうこともらできないし、前例ないかもしれないけど、でもこれをやるためのところを手繰り寄せていくっていうようなところ。 やっぱりなんか可能性を信じるとそのはその,後のなんか思考プロセスがハウに行くと思うので、えっと、そうなっていくとだん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 できる方法になるで、まあ、それがさっき鏡さんがおっしゃってた事故をぶらさないっていうふうなところとか第2の鏡さんなのかもしれないんですけれども、まあ、そんなふうなことをしていくことがやっぱりすごい大事でマインドセットとしては、えっと、可能性を信じるってことともう一個は何だろうえっとそのえっとなんか 評論に行くんじゃなくて、えー、となんか小,さい小さい細いところをだんだん手繰らせて太くしていって前、うん、を巻き込んでいって結果を出すまで諦めないって、ね、いやでもなんか皆さんのお話全部つながるなと思ったのがあの例えば起業家リーダーシップとかやってて可能性を信じるって話出てくるんだけど結局やっぱり可能性を信じきれないから一歩踏み出せないみたいな話ってうのも出てくるじゃないですか。 だけどその可能性を信じるためにメッシュを細かくするんだ、四次元にするんだ、自信が持てるため、可能性を信じきれるようにするために、みたいなことっていうのはなんかすごくなんかこうセットになって、だからなんかただぼーっとしてて可能性を信じましょうってただ言ってるとなんか怪しい世界になっちゃうけど、だからこそやるべきことっていうのはこういうことがあるよねっていうのもあるし、なんか加さんみたいにこう経験がこう積まれてくると、そこが こうある中どうなんでしょうね、ファクトがそこまで積み上がらない中でも、なんとなくこっちに行きそうとか、こっちに行かせることができそうみたいな、なんかそんなことを最初に予言しといて、で予言した方向に向かって、4次元でなんかデータとかそういうものを徹底的に取りに行って、まあ、最後エグゼキューションを落とすみたいな、そんな感じなのかなって、受け取りました。ありがとうございます。じゃあですね、今日あのやっぱり思いった通りですね、たくさん質問が出ているので、 えとなるべく早く質問タイムに入りたいなと思うんですけども、えー、ともうううワンサイクル回したいないなうとふうに思ってます、えー、冒頭皆さんがですね今こういうことに取り組んで取り組みつつあるみたいなことを少し、えー、おっしゃっていただいたんですけども今後の皆さんの変革テーマっていうか、えー、今後こういうことを自分やりたいと思ってるんだよねって今の会社に閉じない話でも全然構わないですし なんか人生のテーマみたいなこともあるかもしれないし、なんか今、変革者としてまさにこうやってると思うんですけども、そんなこう将来に向かった皆さん個人の展望みたいなこと、えー、そんなことをちょっとお話しいただけますでしょうか。じゃあ、今度は浜さんから行こうかな。はい。社長就任100日目。当面は、た多分この当面は えと先ほど冒頭申し上げたようにこう社会課題を通じて会社の価値を上げていくってことに注力をしていきたいなと思ってるんですけれどもやっぱりそのグロービスと出会っていろんな方々、まあ、講師ということもやらせていただいている仕事を通じて、まあ、自分のやってきた経験をその抽象化してで再現性を高めてで今からそういうことに向き合おうとしている方に伝えていくっていうことはすごい僕は好きでやらせていただいているので、まあ、そこはもっともっと。 えとやりたいなでそのためには自分自身もっともっといろんな経験をしてそれを糧にしてでまあそのさまざまな自己性が向き合う課題に対してなんか自分の引き出しを増やしていくためにもなんか自分がこれからやっていくチャレンジは、えー、とこれから先同じようなことを向き合う、えー、と後輩たちのためにこう全部なんかこう題材にしようみたいな感じでやりたいなっていうふうなことが一つとあとはやっぱり自分も子どもが2人いて次の社会その次の時代ってことを考えるとなんか 先のなんか未来に対して応援できるような取り組み、それは投資なのか、えー、と教育なのか、人を残すってことなのかわからないんですけれども、まあ、次の時代ってことも少し、まあ、人生の折り返し、もうすぐ55年ぐらいになるので、えー、とその先のことも考えたことを教育プラスアルファ何かできたらなっていうのが僕の個人的な、えー、と志です。まあ、なんか笑顔のあふれた、なんかそういうハッピーなというかです、ね、そういうふうなこう社会になんか貢献したいなというふうに思っています。うん、ありがとうございます川上さん はいえっと、私は、まあ、幸いというか不幸か分からないんですけどあの、えっと、アナログの価値の,、えっと、あの根源、あの元である、えっと、出版というところに今おりまして、で前職は AWS っていうデジタルの U みたいなところを、ッジでッジを体感している中で、ここの連変換ですかね、アナログとデジタルの変換っていうの、めちゃくちゃ大変なんだっていうのを痛感してるんですよ。でここには絶対パターンがある と思っだいぶ難しいんですけどもですので、えー、と今いろいろ DX って形で進めていく中でこのパターンがどんどん見えてきたらですねまたそれを皆さんにおすそ分けしてその DX って何だっけみたいなところをもっともっと分かりやすくかつ浸透しやすくしていくことでまあ あのまあ、デジタル化っていうのが遅れてる、デジタル思考とかデジタル技術が遅れてるところがあるところについてはやるべきですし、あとアナログの価値を生かすっていうところを、意外とみんな忘れちゃってたりするので、まあ、そういうところをちゃんと思い出すとか、まあ、そういうところにまあ貢献して,していきたいなというふうに思ってます。はい、以上ですすありがとうございますどうぞ まあ短期的なのはさっきお話したんですけどやっぱり僕の志ってその日本に住まう人々がまあ幸せとか喜びをこう些細なちっちゃいのでいいから日々の生活の中で感じる機会を増やしていくっていうのが僕のまあぼやっとした志だったんですもう10年も前ぐらいに宣言したやつで,すでまあその中でやっぱりサービス小売外食っていうこの三次産業のところってすごいいいものを現場とか えまあブランドは持ってるんだけど経営が残念なためにそれを生かしきれてないっていうケースがすごい多いっていうのがやっぱり、まあ、ずっと感じて、まあ、コンサルにいた頃に特に感じていて僕はそこにハンズオンで突っ込んでいくことによって事業の角度もしくは企業の角度を変えるっていうのが僕のまあミッションだと思っていますと、うん、これの一環として今、まあ、塚田農場をやってる AP ホールディングスにいて、まあ、COO っていう立場をやらせてもらってるんでまずは直近は エビホールディングスの事業の角度をしっかりと上げていくっていうのはやりたいですけど、やっぱり、まあ、あのそこである程度軌道に乗っていったら、もっとね、えー、ともったいないなっていうのを解決していくフェーズにいくかもしれないし、そのままうちの会社でわーっと上げ続けるのかもしれないんで、やっぱり皆さんの自分の志に、ね、沿った、えー、動きをしていきたいし、この分野のプロキュエーションにやっぱりなっていきたいなというふうに思っていますありがとうございます。 じゃあですね、皆さんからの質問たくさん来てるので、えーとでね、お名前をいただいているものはそんなに多くないので、私の方で勝手に振らせていただきますね。はい。じゃあですね、まず1つ目、5、えー、票、いいねもついてるのがあるんですけども、なんで転職に踏み切ったんですかねと転職する時の譲れない条件は何だったのでしょうというとですね、じゃあパナソニック電工からローランドベルガーにお引っ越しした時の野本さん、なんか覚えてますはいえっ、ー、と そうですねパナソニック電、まあ、グロービス出た直後に、えっと、グロービスロスになってしまい、この先どうしようって田久さんに相談したら、<っ>いや、一回もうとりあえずあの戦略コンサル行ってらいいんじゃないのみたいな軽い感じで,あのでく、決して軽い会話ではございません。はい、<laughs> っていう冗談はありつつも、あの松下電工って会社、知ってる人は知ってるんですが、三業電池さんと一緒にあの親会社に吸収合併されて、バラバラにされて亡くなっちゃったんですね。 やっぱりあの外から見ると一緒なんですけどあの愛すべき会社がなくなってしまったっていうのがあってやっぱり僕はサービス、小売り、えー、外食ここのところでやっぱり活躍したいなぁと思ってたんでそれだったらやっぱり、まあ、さっきのねなんちゃらの部屋じゃないですけど、えー、そういうところに行ってしっかりと腕を磨こうっていうことでまあ 転職しましたまた、あ、最後の最後あの、オファーレターが出てから日よって、ですねやっぱりやめようかなって言ったら嫁にめっちゃ怒られるって言って、もう行けって言われるっていう、<laughs> 一番男前なのは嫁っていう、そういう、はい、オチでございます。はい、ありがとうございます。ではですね、えーと、これは浜さんがいいかな、組織変革の推進プロジェクトに従事していますと、周囲の巻き込み、変革マインドの醸成、足元の仕事で必死リスクは取りたくない、面倒なことはしたくないって思っている人たちに苦労してますと。 組織変えていくためのポイントとか苦労された点、どうやったらいいですかみたいな話、いかがでしょうか。まあ、さっきね、メールもらえないとか、会議読んでもらえないとか、めんどくさいとか、みたいな、そんな話もありましたけども、なんかどうやって最後、求心力を持っていったのか、ぜひ教えてください。ありがとうございます。これもですね、多分もうとっておきの技ないと思うんですけど、僕はもうとにかくコミュニケーションの総量なんかひたすら増やしたっていう風うなことあったと思います。それは本当に、えっと、タクシーの現場の仕事をしているときも、その乗務員さん、 の朝のコーヒーを飲みに行くところとか、タバコ部屋に入っていったら、たば吸わないんですけど、行ったりとか、あとはその日本交通の社員ともひたすら飲みに来ましたし、あのワンオンワンとかもやりましたし、なんかとにかく、えー、と自分の考えていることはやっぱ伝える責任はあるわけなんですけれども、えー、とそれに対して皆さんがどう思っているかという,ふうなことをちゃんと理解して、でそれに対してその、えー、となんか自分の考えを伝えるという,ふうなことの繰り返し以外に、なんかこう求心力う 生まれなないいいいんじゃないかなっていう,ふうに思って,いてで,でその結果何か自分がもし間違っていることがあったらやっぱそれは間違ってるっていうふうなことに対してはその、えー、と修正する必要はも,もちろんあると思うんですけれどもまあ質より量っていうか,な,んか,かなとで僕自身もなんかタクシーの時に痛いにあったのは細胞ズで一斉に配信したらなんか全員が動いてくれると思ったら誰も動いてくれなくて。 で、結局、なんか、一つ一つのとこに行って、一人一人と向き合っていくことによって、変えられたっていうふうなと、変えられたっていうか、うか少しずつ動いたってことがあったので。まあ、広がっていくと、やっぱ、なんか、なんか、八千人っていうか、なんか、こう、ぐっていうものはなくて。結局、そこは一人一人っていうことの、あの、その、パーソナルがいるわけなんで。そこに向き合っていかない限りは、えっと、動かないんじゃないかなっていうふうに思います、うん。はい、ありがとうございます。やっぱり、この対応ということでしょうか。じゃ、次、鏡さん、ぜひ、お答えください。 大企業に勤務していて、まあ、違う部署に移動っていうふうに書かれてますね。でそれとまあ転職要するに別の会社もしくは別の部署に移動した時にその部署が抱えている本質的な課題みたいなことを見抜くことっていうのはすごく大事だと思うんだけどもこれ工夫されてることはありますかみたいなことでカ上ウさんの場合その外資系のベンダーにずっといらっしゃって多分そこをつかないとプロジェクト成立しないとか。 今も角川コネクトで角川の DX をやるためにそこをつかないと多分角川本体が動かないみたいなことでずっとその組織の抱えている本質課題を見抜くみたいなことを、えー、やってきたんじゃないかなというふうに思うんですけどもこの辺、香上さんいかがでしさんはい、ありがとうございます。えっと、私、えっと、うん、今何やったかってちょっ思い出してるんですけど、えっと、私が徹底的にやったやつは、えっと、マインドマップで死ぬほど仮説を立てるんですよ。うん どれぐらい建てるかっていうと、ま、毎週毎週マインドマップで仮説を立て続けるみたいなことをや,やってます。でそれで、えっと、先ほど浜さんもおっしゃってましたけど、あのやっぱり現場の、まあ、全部個人でっていうのはなかなか難しいとは思うんですけども、可能な限りあり仮説を検証してで仮説検証したらまたマインドマップに戻って作り直すみたいなのを、うん、すっごいマインドマップのファイルあります。うんはい、でおそそらくそこ がおそあのえっと一網打尽にできる論点を見つけ出すためのそうポイントでで仮説を検証する際に意外とこういうふうに作ってみたんだけどみたいなえっと少し仲間っぽくなってくるやつようにこう当てるんですよそうするとそのうち教えてくれるんですようんうんそ、うん、のサンプル型でやるっていうのも結構やってましたなるほどねなるほどありがとうございます <laughs> もうとにかく書いて見ながらはいもうやっぱりやりまくるしかないってことですね。 そうですね、スピード量が大事ですけど、なんかさっきの浜さんの話もね、かっこいいのありませんと、野本さんも別に王道があるわけでも、ショートカットできるようなんか特別な技があるわけでもありませんと、まあ、普通に考えつく当たり前のことを当たり前のように粛々と、多分めげずにやり続けるみたいなところが、変革者のやっぱり結果に結びついてる皆さんの共通点なのかななんてちょっと思いました。はい じゃあですね今度は転職を、ね、皆さんされているわけですけども転職しても変わらないご自身が持っている信念とかご自身の核になるもの、えー、そういうものをぜひ聞かせてくださいということなんですけどもどうでしょう浜さん難しいな転職者から核になっているもの、うんうん、核になっているものはなんかやっぱり僕はその 自分の成長すごい、すごい成長、自分が成長できている環境に身を置くことはすごい好きで、で、えっと、なんか全然やったことがないことをやるってことも好きなんですよね。で、自分自身がやったことがないことがやれるようになって、自分自身が成長することによって、なんか、 あので最初は自分が幸せになればいいやと思ったんですけどでそれを通じて乗務員さんが幸せになればいいなとか、うん、あるいは受講生が幸せになればいいなとか,なんかその次の時代の人が幸せになればいいなっていう風なところの矢印はちょっと変わってきたかなと思うんですけれどもやっぱ究極やっぱ僕はすごい自分が成長できるっていうところの環境に自分の身を置くことが、えっと、すごい好きで,でその目的は少しずつ最近は。 えとその周囲のためというか周りの人のためになってきたっていうのはちょっとなきれいごとかもしれないですけどなんか最近それは少しあ,あってなんかむしろそっちのための方うが、まあ、頑張れるというかあのタクシーの時も本当に自分のためだったらあんな頑張れなかったところがあったんですけどやっぱり公共交通インフラとしてのタクシーっていうふうなことのえっ、ー、と未来のために今ここで頑張るっていうところになったときに結構パワーが出たのでな,るほど、ね、なんかそうそんなところはあのコアかなと思います。なるほど でも、綺麗事ごとかなって言いながら、やっぱりリーダーだから、綺麗事ごと語って、綺麗なもののために戦いたいですよね。シンプルに。いうん、はい、ありがとうございます。えー、じゃあね、野本さんにってきてます、えー。よそ者と言ってよいのでしょうかとして入り、内部の方をどのように味方につけていったのか、えー、そのプロセス、なんかヒントみたいなことあれば、ぜひ教えてくださいと、はい。えー、っと、まあ。 結局王道のことしかやりませんって言ってるんですけど、うん、やっぱり調子が良くなかったり伸び悩んでるところでこう正しいことを僕正しいことって偉そうですねた僕が正しいと思うことを言い出すと面白いって思って寄ってくる人いるんですよ、うん、もしくはなんか正しいことを言われすぎて逆にすごいパイってなる人いるんですよ、うん、<laughs> どっちかに触れる人がいてそういう人たちと まあ、今では飲みに行けないですけど、うん、ゆっくり話しますなるほどそうだからやっぱりその徹底的に「お前の言ってること気に入らないみたいなこと言う人いるんですけどあの直近できてなかった自分が恥ずかしいからそう言ってるだけの人もいますし、うんうん、いやようやく俺ずっと思ってたんですけどやっと言ってくれる人出てきましたよみたいな若造も出てくるわけです。うん、うん っていう人たちがあのその、それまでの組織の流れの中では、外れてた人だがまあまあ多かったりしても、うん、そういう人たちを味方にして、こうどん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 こう弾み車を回していくとですね、なんか結果も出るし。 で結果が出たらどんどんやっぱ旗色が変わってくるんで、えー、とぐーっと寄ってくる人が増えますと。だから、やっぱりぐるっと回って、この業界を勝つためにはこれが必要で、僕らにはこういうことをやらなければいけないっていうのをちゃんと考えて、見える化して、みんなに伝えてって、反応した人を口説き落とすみたいな、そんな感じなんじゃないですかね。うんななまあ、やっぱり野本さんの話はすごい一貫してるのは、経営は王道でやれと。 まあ、当たり前のことをちゃんとやるんだと。ねはい、KSF を抑えて内部の揉め事とかも、まあ、やるけど、その KSF を抑えるために必要なことは何かということにプライオリティをつけてちゃんとやれと。その通りなんだけど、なんでそれはできるようになったのかしらというのが素朴に聞いてみたくなったんですけど。どうですかね、なんでできるようになったのかしら。す、うん、すごごいいところからすごいむ 真正面からストレートパンチ打ち込んできます、ね、いやだってそれなんか教科書的に言えば <laughs> まあその通りなんですけどそれみんなできてたら会社みんなよくなると思うのですけど、うん、じゃあ逆に言うとねできる人とできない人の違いは何だと思いますそういう変革プロセスを取れる人とちゃんとなんか途中で曲げちゃったりとかなんか途中でその周りのがついてこないんですってなんか愚痴になっちゃう人との違いは何だろううん まあちょっと深いあれなんでここで答えきれないんですけど最近ちょっと僕が思ってるのはだいたい途中でえとなんか曲がっちゃったりブレちゃう部下を見ててりががでできてなないいい論点を抑え続けられない人がいるんですよやっぱりだから僕はずっともうここ12年ずっと論点って言葉を叫ぶ回数が増えたんですけど。 なんか何のために仕事してますかとか何のためにその仕事やってますか何のためにあなたはそのポジションにいますかうん、うん、今この会社がどんな状況で何をしなきゃいけないんですかっていう論点を外した瞬間にできなくなると思うんですね。うん、あもちろんスキルがないとか勉強してないとか,なんかこうポジションがないとか人望がないとか、まあ、いろいろありますけど、うん、ないものは補えばいいだけであって。うんうん そもそもあなた何何の問いに答えようとしてますかからずれちゃうんですよ、うん、すごいグロービスっぽく言ってあのクリッシンができてないって言ったんですけど,ど,、ね、どやっぱり一番大切なのはクリッシンっていうのがここ最近すごい思いますねでそこが論点なりあれがずれてっちゃうから結局何か何のためにみたいなことがグダグダになってで知らない間にエネルギーもなんか奪われてるしそうそうです 全体的にグダグダになっていくみたいな、うん。なるほどな。なるほど。はい。ありがとうございます。じゃあ次はですね、グロービスでの学びを生かせる人と生かせない人って、どういう違いがあるんでしょうかということなんですけども、これはたくさんの人をマネジメントしてきている加賀みさんに聞きたいなと思うんですが、どうでしょうね。 加さんご自身の経験を語っていただいてもいいと思うんですけども、なんか学んだことを生かせる人と学んだことを生かせない人って何が違うんだろうなという感じなんですけど、いかがでしょう。うなるほど、はい、じゃあ私がこう見えているっていう観点をお伝えしますと、実験好きかうじゃないかっていう人で差が出るなって思うんです。<ー>はい、あ試したい、こういうふうに試してみたらどうかなっていう、その興味とか、はい、あその興味を持ってるってこと、すごい私、大事だなと思って。 まで自分が得意な領域だけに興味持ってマーケティングとかでもいいしあのファイナンスとかアカウンティングとかそういうところでもいいと思うんですけど、うん、興味を持って何かじ試してみたい実験してみたいっていう気持ちがすごい大切で、うん、でそれをやってる人があの活躍してるなって思いますね、うん、で k a d コネクテッドの例で言うとあのグロービス卒業生めちゃくちゃ関係者いて、うん、でグロービス元講師の人とかも経営アドバイザーやってくれたりとかまああとは 皆さんご存知の方もですねあのコミュニケーションマネージャーとして転職してくれたりとか、すごいいるんですよ。うん、で、皆さん、多分何なんかにすごい興味をお持ちで、行政、うん、の人はなんか実験してる感じがしますね。うそういうい感覚で見てます以上ですなんか勉強が勉強で終わって机の上でコンプリートするんじゃなくて、とりあえずやってみようみたいな、なんかそんなセンスがってことですかね。 そうやってみて、なんか確認してみたいなっていう、うんうん、そういう、なんですかねあの、興味ですかね、あ世のために、人のためにっていうところはまあ,あるとしても、うん、自分としてやっぱ確認したいとか、こうなったらどうするんだと興味を持ってるかどうかって、うん、結構大事だなって思いまますすなるほど、はい、ありがとうございます<え>ではですね、残り5分ということになったので、えー、こんなことをちょっと絡めながら、最後、聞いてくださっている皆さんにメッセージをいただけたらなっていうふうに思っています。 でこんなことを絡めながらっていうのはですね、えー、こんなご質問もいただいてます、皆様苦しい時期が必ずあって、えー、グロービスの学びや志が支えになったんじゃないかなというふうに思いますが、なんか皆さん、どんなふうにグロービスで学んだこととか、ネットワークとか、えー、そういうものを役立ててくれてるのかなっていうこと、ちょっとそんなことに触れながらですね、えー、最後、このセッションを聞いてくださってる方って、やっぱり今の自分の会社か、もしくはこれから先の未来の転職者か。 転職先なのか分かりませんけどもやっぱり企業の変革ってことにチャレンジしたい皆様だと思うのでそんな方へのメッセージということでお一人1分半ずつぐらい語っていただく時間を残してますのでグロービスの学びってどんなふうに役に立ってるって話とみんな頑張ってっていう話をぜひ最後にコメントいただけたらと思います準備が整った方からどうしましょう手を挙げていただいたらありがたいんですけどグロービスっぽく。 パネリストに手を挙げてもらうっていうね。はい、じゃ、ハオさん、どうぞ。はい、ありがとうございます。あの、僕は本当に、あの、十年前シャープの主任で。ある、あの、グロービスも、アルムナヤワードも、なんか、全然違う世界の話だと思っていましたと。 でそこでグロービスで出会ったタクシー業界に出会って、まあ、グロービスに入ったところとタクシー業界に入ったところぐらいから自分の人生変わったわけなんですがでそしてその5年後にアルムナイワードいただいて5年後にえっとその卒業生だけのセッションに出させていただいているっていうところはあのすごく光栄なんですけれども、まあ、僕この時にすごくあの 大事だなとと思っていることは、まあ、もちろん学び続けて常に準備をするっていうふうなことはすごく大事なんですけれどもあとは仲間とのコミュニケーションまあそれはいろんな形で今難しいかもしれないんですがこう仲間から刺激を受けるっていうふうなことはすごい大事だなっていうふうに思っていてで僕はその仲間の動きがあったから自分も絶対シャープ転職 直するつもりなかったんですけど、えー、っと可能性を信じてでその、たまたま出会った川辺さんを好きになっちゃったんで、えー、っとタクシー業界に飛び込んだというふうなことがありました。で、それはすごく、なんていうか、えーっと、予定調和ではなかったんですけれども、でも大きい流れに身を、えー、っと乗せてみるというふうなことは、すごく大事かなと思っていてで、そのための準備をしておくということはすごく大事だし、うん、あとはいろんなことを語れる仲間ということを、その大学時にいっぱい作っておくということは大事かなというふうに、うん 思ってます、うん、まあ皆さんのこれからのチャレンジあの心から応援していますありがとうございましたありがとうございますでは鏡さんとの本さんどちらが先にじゃのもさんどうぞはい今日はありがとうございましたまあいろんなことを学んでねその心が強くなったっていうのもあるんですけどやっぱりグロービスに行くと普段付き合わない人たちと特に僕がいた頃の大阪港ってもう変なお兄さんお姉さんがたくさんいた <laughs> ですけどその人たちから学んだことってやっぱり多くて僕がすごいインプリメンテーションにすごくこだわっているのはそのお兄さんとかお姉さんたちから学んだことがすごい多いんですねだから、えー、と仲間から励まし合うっていうのももちろんなんですけどあのぜひ学んでくださいいろんな人からいまだに僕は学び続けてますし昨日もあのとあるじいともと会って刺激を受けたばっかりなんでやっぱり学ぶ あとは苦しいときには僕は「苦しい!」ってフェイスブックに書いたらみんなが「頑張れ!」って言ってくれるのに支えられて10年あの生き続けられてきたのでまあそういうね関係性をしっかりとやってください。あとは最後一つやっぱりすごく頑張ってあの全部 A 取るつもり僕優秀賞にはならなかったんですけどあの全部 A 取るつもりでやっぱり勉強すれば後からあの時めっちゃ頑張って勉強してたことが今に生きてるって思うんですよ。 シートレはいいやって思って勉強しないようにあのこの7月期は皆さん頑張ってくださいはい今日はありがとうございましたはいありがとうございますじゃあ最後岡上さんお願いしますはいそうです私が皆さんにお伝えしたいことがあるとしますとえっと私がずっとそのグロービスとかあとは一緒に転職をする中で感じたことはまあ可能な限りではあるんですけど。 あのやっぱりいろんな人と一緒にあのコラボしたりとか遊んだりとか、えー、と仕事をしてきたりすごいいっぱいいるんですよ。でそういう人たちにできる限り恩返したいっていう気持ちが私実は結構強くってあなんでそういう気持ちを持っているっていうことが最終的に何ですかねあのプラスになるっていうか,なんかプラスになってるかどうかちょっと分かんないですけど自分が困った時になんか助けてくれる方が増えたなって。 私どっちかというとチームワークとか,どっちかめちゃくちゃ苦手な方なんですけどそれの割にはなんかチームっぽくできてるのはそれが理由かなと思ってますんで、まあ、もしもグロービスで勉強とか勉強会とか一緒にやってくれる人とかやってくれる人がいたらもうあのめちゃくちゃ感謝して将来なんですかねあの恩返しをできるように。 していいいただくのがかです、ね、あともう一個苦しい時に私もやっぱり苦しいこといっぱいありましたけどあのもう夜も寝れないぐらいもクソそって思うこととかだけど、まあ、そういう時にやっぱりなんだかんだ言ってこう、えっと、友達とかあのグロービスの仲間とか、えっと、一緒に働いてるとかがなんか普通に話してくれるんであこれが現実だなと思って元気が出たりしたんで、まあ、そういうやっぱ周りに人を大切にするっていうことをしていただくのが大切かなと今改めて思ってます。 はい、本日はありがとうございました、はい、ありがとにあっという間の1時間ということで、えー、卒業生の3人の方にパネリストをやっていただきました、えー、いろんな形で外から別の会社に入るもしくは自分の会社の中でも変革をしていくシーンっていうのはこれからもう本当にたくさんあると思います、えー、当たり前のことを当たり前のように粛々とやるやっぱり人と人とのコミュニケーション、まあ、もうとにかく量を稼ぎに行くんだとか こうなるよっていう予言をしてからそれに近づけるんだとか、まあ、いろんな考え方いろんなインサイトがあったのではないかなというふうに思います明日からの皆さんのビジネスに今日のお話たくさんのヒントをいただけたのではないかというふうに思います最後にご登壇者の3人の皆さんにパチパチパチの音は聞こえませんけどもグロービス名物になってますがチャットの感謝のメッセージをぜひたくさんいただけたらというふうに思います はいでは、このセッションはこれで終わりにしたいと思います。えー、本当に野茂さん、加賀美さん、浜さん、ありがとうございました。